せーの、やいやーおじゃしょい。はい、どうもふはやです。どうもリモコンです。ということで今回は描いた絵がそのままアイテムになる世界で戦っていきたいと思いまーす。ってことで、ちなみにさ、あの絵は何になったんだっけ？これ、ネザライトのレギンス。ガバガバすぎる。ってことで、まあ、今回、まあ、例えば、ちょっとじゃあ一回描くわ。オッケー。じゃあまあ例えば、そうだな。じゃあ革のね、レギンスを描くわ。はい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 。待て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 。お前それはなんだ？みかんみかん。お前もやばくないかそれ。これはもう革のレギンスでしょ、どう見ても。本当に。ダークウォークのドアか。ちなみに、うん、俺がみかん書いたらまたレギンスが出た。なんで？今俺はダークウォークのドアが出たんだけど、これ結構難しいんだよね。だから、まあ、じゃあ今からね、まあ勝負の内容なんだけど。まあ、アイテムを1回取るごとに1回モブと戦ってもらいます、お互いに。はいはいはい。で最初は俺からモブ決める。で次のお絵かき終わったらリモコンがモブ決めるって感じで、はいはいはい、はい、お互いにそのモブを倒せるか倒せないかで。なるほどね。そう、倒せなくなった方の負け。お絵かきでゲットしたアイテムで差が出るからね、結構。なるほどね。まあ結構判定が厳しいので、ここ似ていた別のアイテムってやつもあるんだよ出てくるから。例えば今の俺の革のレギンスだったらネザライトのかけらとも交換できるんだよ。そうだから、スクラップみたいなやつか。そうそう、これとも交換できる。だけど当てたいものを的中させた場合はなんと金リンゴがもらえます。おまけでもらえるんだ。そう、おまけでもらえます。なるほどね。ってことで早速やっていこうか。オッケー。今のは俺手抜いたからね、これ言っとくけど。俺も手抜いたよ、もちろん。よし、じゃあ行こうか。あー、ちょっと待って、俺ね、やっぱ最初だから剣が欲しい、ね、剣欲しいな、うん、今回絵の部分。待って、俺あー剣見てくれよかった。え、リモコン何作る気？え、ダイヤ剣。ダイヤ剣でしょ。俺はネザライト作りは。いや無理だって。いや、いける。無理無理。お前信じてないから。お前絵が下手だってバレるの嫌なんだ。もらえない方がでかいからなこれ。正しいことだそれは。いやだけ似てるアイテムも選ばれるから。あーなるほどね。いやミスった、ガチでミスった。風配のちょっと見えるからさ惑わされた。人捨てにするな。やばいやばい、お前それやば。3人ぐらいおかしくなった。とってでかい。最悪。こんなもんじゃねえ俺。あ、いいじゃん、これネザライトの剣。それそれあれ、ネザライトチャージソードって新モッドのやつ？ちげえよ。なんだよしかもそれ。いや、まあ、でも似てればいいからね。はいはいはい、お願いします。俺の絵心、ダークオークボート。ちょっと待って、他ここはボール、ボールとか乾燥した昆布。ダークオークドア。じゃあこのクックド、ま、ミトン、マトン。おお、羊の肉。羊肉か、絶対完璧。いや、もらえないわけがない。はい、お口はそこまで。ん、え、え出た。え、お前何でもそれになるじゃん。いや待って、マジか、それは強えな。じゃあ最初の相手はゾンビ。オッケー、うん、こんなの書いてないって。自分でもびっくり。ちなみにステージはこの村だけど、この村にあるものだったら何でも使っていい。いいですか。オッケー、出ろ子供ゾンビ来い。あー、はい、やぶねー。よしよしよし。ってことで石の剣までは作っちゃおっかな。シュールすぎる。よいしょー。おー、なるほどね。まあこんな感じだな。よし、準備いいですか。はい。あー大人だ。おっと、いけいけ、突き進め。いいぞいいぞいいぞ。ちょっと苦戦してる。ネザライトレギンスやっぱ安定感がある。進め。あーマジかー。いやでも 1.5 危ない。え、本当に。なるほどね。ってことでまあ、ね、最初はクリアだな。よっしゃ、もう一回いきます。いやー何書こっかなー。ちょっとさ、裏技通過を。なんで裏技って。密かに考えていた裏技。いや俺はもう狙うで、レギンスじゃなくテストプレート、ダイヤモンドの。おー、なるほど。そう、俺が作ろうとしていたのはダイヤモンドブロック。ブロック？本当に絶対別の出るからね。あれもそっか、候補に出ればあんのか、ワンちゃん。そう、いやー待って、ブロックのような立体感が俺には作れない。俺できたかも。え、え、うまっ。やばい、それ候補に出るわ。お前その書き方は
ちょっと立体感出てない？あ、え、ダイヤモンド目指してんの？ブロックじゃなくて。え、違うよ、ダイヤモンドブロックだよこれ。本当に？いやいや、お前失礼だな。いやいやでもうまいな、はい、素直にうまい。ありがとうございます、いただきました。いや俺がね、エンダーパールだけど、他にはダイヤモンドヘルメットと、え、もう一個ね候補があるんだよね。読めない。1615737、あ、チェストプレートです。すげえすげえお前。いやじゃあ俺ダイヤモンドブロック出して逆転するから、頼みますよマジで。看板だけ けどダイヤモンドヘルメット入ってる。ダイヤモンドチェストプレート来たー。別に正規で入ってんじゃん。すげえ、ちゃんと当てたじゃん。俺ダイヤモンドチェストプレート嬉しいマジで。ってことで、じゃあリモコン次のモブは白熊とかどうですか。あー、いいんじゃない。まあ、装備強くなりましたから。そうだね。いや怖いな。来い、行きます。はい、かわいそう、やめてあげて。情を見出しちゃいけねえ。こういうのかわいそう。でもなんか強そうなんだよな。ほい、リーチを保て。いや、おい、許せねえよな。ちょっと痛い。あいー、余裕と。いきます。スタート。倒さないで。おら。お前心ねえな、マジで。あはー。白熊が。ちょっと俺次さ、自分の顔描いてみようかな。ワンチャンダイヤ系をかけて肌の色をあの色にする。むしろトーテムそれ。いやダイヤ系がいいな。ダイヤ剣、ダイヤ剣だったらちょっと金リングもらおう。ダイヤ剣来い。エメラルド。エメラルド？うん。ああ。すごい使い道なし。はい、ありがとうございます。フシのトーテムですね。これはどう見ても。時計。いやでも待て、あ、他にもそっか選べんのか。1615、1265。何これ暗号。あ、フシのトーテムです。メインで当てたいね。そうね。ということでリモさん、ストレイ3体。何それストレイって。知らないの。1、2、3。来たか。あー、なるほど。あ、やばい、喧嘩してる。作戦成功。これが三角関係だ。やめて。俺が矢を受けてやる。よしよしよし。弱ってたな。よしよし、避けていく。いやー、運良かった。あぶねー。イエーイ。なるほど。いけ。争うな。あれ？いて。ああ、争ってる。争いは止められない。あ、意外と弱いんだ。こんな弱いんだ。うん、弱いね。いやでもこっからおもろくなってきたんじゃね。よーし、じゃあ次は俺はまた剣を求める。剣はね、俺も求める。アウトラインが大事だから。アウトラインのこのこの黒色だけこうちゃんと書いておけばなんかの剣と当たるはず。諦めろって。これ同じアイテムバトルになる。え？このアイテム見たことある。え？あ、ダイヤ剣だ。あ、急にダイヤ剣になった。え、何お前、それおもちゃじゃん。本当にお前。いや俺もこれアウトラインを入れるんですよ。出た、アウトライン戦法。まあじゃあ最初俺から行こっかな。え、これマジでダイヤ剣じゃん。昆布になったね。でもネザライトインゴットが出たわ。だからこれでもしダイヤ剣を出した場合、俺はネザライト剣にすることができる。他の装備、あ、待って、ダイヤモンドチェストプレートあるからこれもネザライトに。あー、なるほどね。うまいんよ。終了と。マジ偏りすぎだろ場所と。エンダーパールと。まあ特にいいものなくない。ないね。シュルカー3体マジか。いきます。どうぞ。うわ、瞬間移動した。お、瞬間移動すんだ。これは壊せるから。はいはいはい、やばい、これ1回でも食らったらやばいね。吉勝った、こいつら。やばい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 。うわー、水尾型ホービング。うわー、待って、あーあー、当たっちゃった。待って、いやだけど水があるから。おお、ほらこうやって消していく。はいはい、あと1体だけでも破壊することが大事。うわー、よし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 、行くぞ。オッケー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 、ラスト、この追尾弾をまず落とす。さあ最後屋根上です。やだ、めっちゃ嫌な位置いるんだけど。8かよこれ、8の位置じゃん。来た、いいじゃん。いや、あ、消えた。家の中だと。イエーイ。じゃシュルカ行きます。さあ、やばやばやば、どうだ、上がれ、打ち上がれ。あ、頭使ってる、やば。頭使ってる。どうよ。これはラスト1体。届かない届かない届かない。お
お、無限リーチ。お、これは逆にトラップ。やばい、ガチやばい。一旦退散しよう。あぶねえ。お、どうだ。いた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 、頼む。オッケー、あぶねえ。それこそダイヤモンドブロッコリー狙おうかなって。あ、本当に当てます。当てに行くわ俺。金リンゴ行きます。で、この金リンゴを当てたらさらにまた金リンゴもらえるからね。てかキノコじゃんそれ。芸術ができた。これどっからどう見てもリンゴでしょ。いい回転じゃん。アイテムじゃなくて。いや、全部を水色で埋め尽くしてダイヤモンドブロック。これが本当のダイヤブロック。なに、金リンゴお願いします。なるほど、ダブルでもらえるのか。来い。これは青くなったジャガイモだな。え、金リンゴ入ってなかった。金リンゴ入ってないね。はい、来ました。いきます。うん、これ水色が多い。嘘、裏技になるよこれで。もしダイヤモンドになったら絶対ダイヤモンドブロックでしょ。え、絶対。あ、これやばいな。これ絶対来たじゃん。05の方がダイヤ剣、うん、で、え、じゃあ、うん、ダイヤ剣だな。1個下がそれ不死の弟トーテムで。やられましたか。やべえ、やられちゃった。じゃあいただきます。 OK です。エボーカー行こう。エボーカー不死を取ってもらえますから。そう、いきます。なぜ俺がこれを選んだか見せてやろう。やば、ベックス出てきた。いやだけどスピード勝負。よし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 。はいはいはい。ちょっとこれを倒すまでがエボーカーです。ちょっと待って、なんだこれ。しゃべれん。ちょっとガチで集中しちゃって。え、手付け持ってる、強っ。え、あ、やばい、不死のトーテム使っちゃった。こんなもん挑むんじゃなかった。あ、怖い。よし、痛い。あ、痛い。強い。よし、めっちゃ強かった。強っ。手伝ったぞ。とんでもないことやってくれたら。位置も大事だぞ。やば、何、エンダーパールをうまく使って。しますよ、不死のトーテム。いやでもね、ペックスがね、半端じゃないよ。おい、外がね、笑われてる。おい、いやー、マジで強くない、ペックス。強すぎる。え、死ぬ死ぬ死ぬ。いけ、やれー。何これ、ダメージ食らってんの。いけ、うわー、危ねー。ちょっと水曜、てかとんでもねーとこいたじゃん。次は、ダイヤレギンスか剣が欲しいんですよ。はいはいはい。だからちょっとデカめに書く、かなり。それ何。太陽じゃん。金リンゴだよ。金リンゴ狙いに来たか。風早さんの欠点は、うん、円形ではなかったこと。何。お前先生かよ。ワンチャンダイヤ剣味を帯びさせるためにこう端っこ茶色くしとくんだよ。なるほどね。柄の部分ね。でさらにちょっと待って、欲張っていこうぜこれ。爆弾じゃん。いいの、先やっちゃって。じゃあいいよ。いや来ねえよ。ダブルいただきました。いや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 、これがね。金リンゴある。あ、入っていけろ。もらったのはエンチャントの瓶だ。これでレギンスともダイヤ剣とも取れるもの欲張っていきました。これが賢いということ。なんだ。え、あ、待って、数字ある。数字、ダイヤモンドチェストプレート。あ、じゃあエンダーパールでいいや。風配は装備が弱いということで、スライム、うわ、3体でいきます。運だよな。しかもスライムはでかければでかいほど強いからね。1、2、3。わあ、なんか大中小。すごい。まずちっちゃいのから倒していく。いや、これ運良かったんじゃね。これ運いいな。これ中ぐらいじゃね。でかくねえわ。よーし、なるほどね。生きながらえた。よしよしよし。1体。あ、2体。お、あー、でかい。あ、これ一番でかいの出た。2体、まとめてかかってこい。くっそ、意外と良くないな、場所が広いからかな。それはあるね。うん、無力。だんだん来たね。あ、そうだな。剣の作り方が分かった。今計算してる絵の。目いっぱい使ってた、この絵から先まで。うまくね。プロプロ。お前ついに極めてきたな。剣マジでうまくないこれ。いやでもね、ここでね、欲張ってはいけない。ここでやっぱ水色が多い方がダイヤ率高いから。ああ、いや、判定しちゃった。やばいやばいやばい。どっちなのに。いやでもこれダイヤ剣と見なしてもおかしくない、マジで。
ダイヤモンドソードあった、やったあった、あーすごやった。そうだよな、あぶねびっくりした。うわー、なるほど、ね、ついに報われた、俺の絵描きが報われました。よし、はい、ちょっと待って、それはなんだ。鉄ブロックです。表面は鉄ブロックで描いた。決め時だな、ここだわ。次はゴーレムだ。ゴーレム。そしてちょっとリモコン先に戦ってほしいわ。オッケー、いきます。はい、よーい、スタート。うっそでー。おー、あー最悪。なるほどね、意外と範囲でかい。あー、あ、いけ、あぶな、いや、まあまあまあ、1ハート。え、ほんとに、あぶな、惜しかったな。お前は分かってないよ。え、なるほど、これがね、確か、はい、これが家より安全なんだよな。よし、富士のトーテムを使わせた。これはナイスすぎる。やばい。よし、次俺決めに行こうかな。もう、お、じゃあ俺も決めに行こう。見ろ、え、靴はうまい男。何それ、盾。あー、頭いいな、忘れてたわ。ブックブックブック。え、もう圧倒的本じゃんそれ。まあじゃあ俺はこれ足出してもらおうかな。でもこういう黒い枠つけるとね、ネザライトインゴット判定にもたまになるんだよね。エンダーパール、あ、ダメだ、何も当たんなかった。そうだな、決め打ちしに行くのもありだけど。あ、決めました。はい、行きます。はい、エルダーガーディアン3体です。地上で、オッケー、地上で。いや、でも待って、それ結構痛いかもしんない。やばっ、さあ俺は負けたから、ここでリモコンが勝てばいける。いくよ、絶対勝つ。テニスはさだ。さあ、いや、これは、あ、一体にめがけてる、めっちゃ跳ねてる。その飛ぶの、え、待って待って待って、やってくれ、ハサミ、くっそ強いだよね、一体ですらめっちゃ強いじゃんね。あーっと、じゃあエルダーガーデン一体でやってみようぜ。オッケー、ポン。いや、きついな、これ。よし、強いな、こいつ強いね。ちょっとビクでこんなに強いと思わなかった。いや、おつけ、待って、まずい、やっべ、やった、あー、あー、やった、これマジでやばいかも。いきます、スタート。さあ、これでリモコンが勝てばリモコンの勝ち。いや、でもね、ちょっと装備強いよな。引いた、よし、回復して。まずい、まずい、ガチに勝ちに行くよ。いや、頑張れエルダーガーディア。いや、負けるな。いけ、いいぞ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 、いい引き打ち。わっ、金リンゴ、くっ、待って、やってくれエルダーガーディア、負けるな。レーザーライト剣なんて痛くねえだろ。うわいやということで、勝者リモコン。くっそ悔しい。お前は装備にとらわれすぎた。いやー、くっそーかもしんないな。ほら、お前書いたよ。ほら、俺も書いたよ。誰だよそれ。俺かよそれ。俺でもおかしいだろ。毒食ってんじゃん。じゃあこの強さで勝負しようぜ。いいよ。ラピスラズリ、どうだ。エメラルド。いや、不毛な戦いじゃね。